こんばんは、遠藤誠司金言寺チャンネルです。今夜もありがとうございます。やべー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 よパパパラパ、朝からご機嫌なんだよね、夜でもご機嫌なんだよね、やべーやべー、朝からご機嫌なんだよね、夜でもご機嫌なんだよね、やべー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 、パパラパパパラパ、朝からご機嫌なんだよね、夜でもご機嫌なんだよね、やべー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 、パパラパパパラパ。こんばんは、遠藤誠司金言寺チャンネル。今夜は77回目の生配信ライブになります。今夜も聞きに来ていただきまして誠にありがとうございます。では最初に2曲ほど僕の曲をお送りしたいと思います。いつも静かに笑っている、サンムーン&チルドレンスマイル、2曲お送りいたします。
いつも静かに笑っている、そしてサム&チルドレンスマイルという曲をお送りさせていただきました。おととい大きな地震がありましたけど、皆様大丈夫でしたでしょうか。来週末仙台に行く予定だったんですけど、交通機関的にちょっと行けなくなりそうな、ちょっと残念な感じになっておりますが、皆様ご無事でいることを願っております。では、今年から始まりました金言寺コーナーを今日もやっていきたいと思います。今日は第10条榊、6条の目安ところ別れという曲をについてやりたいと思います。前回も六条さんの曲だったんですけど、前回は第9条の葵という条で、そこからだいたい1年ぐらい経過してる、それが榊の条なんですが、前回は、すごいドラマチックでまたダイナミックな条というか、まあ6条の前半部分ですね。葵の条は前半としたらすごくドラマチックで、今回の榊というのはもう真逆で、まあ、寂しく幽怨な、そんな後半の6条にとっての後半の条となっております。まあ、六条の、六条さんのですね、娘、後の、まあ、僕も曲を作ってますけど、梅坪さんという、まあ、秋好む中宮とも呼ばれてますけども、まあ、六条の娘、この時で14歳なんですが、伊勢の、参院に選ばれまして、伊勢に行くということで、六条もそれについていくという形になって、まあ、そこに行く前に佐賀野の野々宮というところに六条の御息所とその娘の、まあ、後の秋子の夢中宮が、1年間隠居生活をしているという、そういうところから始まります。で、まあ、前回の葵の条で六条の御息所が葵の上を呪い殺しちゃうんですけども、正妻である葵の上が亡くなって、まあじゃあ源氏の誰が、源氏にとって誰が正妻になるかといったら、一応第一候補は一番身分が高いのが六条の御息所だったので、みんな六条さんになるのかなと周りは思っていたけれども、源氏は全く、むしろ六条さんには寄りつかなくなって疎遠になってしまって、まあ六条さんも自分がやったとうすうす分かっているので、もう源氏への思いを断ち切って、まあ、もう忘れようと、源氏から離れようと、そういうつもりで野々宮にも行ったり、この後伊勢にも行く、というすごい深い気持ちでいたんですけども、まあ、源氏の方はというとものすごい軽くて、まあ、ただただ、これだけ高貴な人に会いにも行かずにいたら、また周りから
悪評が立ってしまうという、まあ、その悪評が立たないがために、野々宮に源氏が訪ねていくという、とても、二人の心はアンバランスというか、源氏はとても軽いなという感じですね。で、そういう源氏が、六条さんを訪ねていくシーン、それが、まあ、この榊の、城の一番のメインかなと思います。まあ後半で藤壺さんがまた出家をするというちょっと大きな出来事があるので、僕は実はこの城、榊の城で2曲作ってるんですけども、今日は六条さんの曲だけをやりたいと思います。まあ、源氏が訪ねていくそのシーンで、春劇延べを分け入りたもうより、いとものあわれなり、秋の花皆衰えつつ、朝地が原も枯れ枯れなる虫の根に、松風すごく吹き合わせて、そのこととも聞き分かれぬほどに、物の音ども絶え絶え聞こえたる糸縁なり。春劇延べを分け入りたまる秋の花皆衰えつつ、まあ、広々とした野原があって、いとものあわれなりで、ひどくものあわれな気配で、秋の花みんな衰えつつ、秋の花がみんなしおれていって、まあ辺りの雑草も枯れて、虫の音も枯れて聞こえて、松風が凄まじい音を添えていて、まあ、何の楽器かわからないほどに弦楽器の音が聞こえてくると、まあ、そんな、まあ、僕が、まあ、前にも話しましたけども、こういう自然描写みたいな何ページかに一回出てくるこの源氏物語の非常に美しい自然描写、こういうところが出てくると、まあ、曲のイメージにがなんかグッと近づいてくるというか、そういうところなので読ませていただきました。まあ、特にこの榊という城の自然描写と自然の描写と、心理的な描写って、自然描写と心理描写が入り混じってる感じが、この城の特徴かなと思っております。まあ十条なので本当に序盤の城なんですけども、実は最初これをすっ飛ばしまして、この次が11条が、花散る里という条なんですけども、この榊という条の作曲にものすごい苦しんでしまって、でかつその前の葵の条で、葵の上という曲と六条の宮すところの曲を作り終わった瞬間に、なんか魂が抜けたというか、六条に関して、燃え尽き症候群みたいになって、でまた榊、また六条の曲って思った時に、もうこれは書けないなという感じで、まあ一向にできずに結局すっ飛ばして、4年前のコンサートも榊という城はやりませんでした。でまあそれからすぐにまた改めて取り掛かったんですけど、本当に
なんかトラウマになってこの榊に苦しみまくってしまいまして、まあ、1年半前に、ピアノと朗読で、朗読家の鈴木千秋さんという方と長く2人でコンサートをやらせていただいてますが、1年半じゃないか、2年半前ですか、いや1年半ですね、1年半前にその朗読のメインのところに榊をやりたいという、言われて、そこでいよいよ榊をなんとかしなきゃという、本当に背中を押してもらえて、なんとかこの榊の6畳と榊の星座ということを曲を作ることができました。本当に千秋さんに感謝しております。まあこの僕が勝手にこの城のポイントにしているのが松虫というキーワードが出てきまして、まあ平安時代に松虫っていうのが現代のスズムシだと言われていて、ひっくり返ってるんですけども、まあそういう説がほとんど、みんなほぼどこを読んでもそうなんですけど、それもまた違ったんじゃないかという、逆転の逆転でやっぱり松虫は松虫だったんじゃないかと言ってる人もいて、僕はどっちかというと実はそっちの方に、思ったりしております。風がひやりと吹き当たり、松虫の声もかすれがちに、この場の悲しみを知っているようだとかいうところに出てきたりとか、あと六条さんの最後の別れのシーンで、大方の秋の別れも悲しきに、泣くねな添えぞ延べの松虫で、まあ、秋の頃に別れるというだけでも悲しいのに、その上にも一つ泣く声を聞かせたりしないで、延べの松虫よという、もう松虫がたくさん出てきます。僕のこの六条の曲もそういう要素が実はすごいわかりやすく実は入っております。まあ六条さんこの後もずっと、先週も話しましたけど、死んでからも死の霊と死霊になって長く、もう最後若菜の下まで、いやもっとですね、まあ、何十年にわたって源氏を苦しめ続けるんですけども、まあもともと位が高い人だったので、鬼人としての、まあ、プライドと教養が、そういうものを知らぬうちに、なんか自らの肉体で裏切っていくというか、そして深く傷ついていくという、まあ、この源氏物語の中で一番悲しい存在として、ずっと、そういうモデルになってしまった、そんな人だと思います。それではお送りしたいと思います。榊の六条の宮すところ別れという曲です。
榊六条の御息所お別れという、以上金言寺コーナーでした、どうもありがとうございました。それではリクエストコーナーに移りたいと思います。メールとチャットでのリクエストを一応お待ちしております。そうだ、今日はトゥマロー、ありがとうございます。少年時代、送信符ってどんなんだっけ。ちょっと じゃあちょっとメールの方もいただいているので見ていきたいと思います。待ち伏せ、新井由美。ね、Everything happens to meマイフーリッシュハート、旅路、藤井風、そしてそう、これは先週いただいてたのにすっかりやるのを忘れてしまいました。夕焼けの歌、金子翔一さん、春は We only just begun ってやつか。春はナノミーの、すいません、あんまり聞けばわかるのかな。
いけそうな気がしますね。レッドイットビー。うん。すいません。ちょっと勉強してきます。とまずそんな感じでしょうか。YouTube で聞きたいですね。It's too late. ね、It's too late は、伴奏しかしたことないんですけど、これでしたっけ？これかな。なんか違う気がする。この曲じゃないかな。命の歌。サビまでいけるか。わかりました。じゃあ、ユーミンの時代。時代とは違うのかな。ユーミンの時代は分からないな。はい、じゃあなんとかいろいろありますが、やらないと終わらないのでやりたいと思います。じゃあ77回目のリクエストコーナーお送りしたいと思います。
どうもありがとうございました。ちょっと一曲残ってるんですが、桜、誰だっけ、森山直太朗で、アニーのつまろう、少年時代、早春譜、ちょっと調べておきます、すいません。 Be only just begun がサビが、こんなに大好きな曲なのにサビが弾けなかったのが非常に悔しいんですが、今わかりましたね。もう一回やりたいってぐらいな感じですけど、わかりました。 We've only just begun、 そして Let it be、 It's too late もこれで良かったんでしょうかね。あんまり上手に弾けませんでしたが、命の歌、竹内まりやで、中島みゆきの時代、そして、Everything Happens to Me。で、待ち伏せ、荒井由実。
マイフーリッシュハート。そして最後に藤井風の風さんの旅路という曲をお送りいたしました。一曲残っておりますが、以上リクエストコーナーでした。本日もありがとうございました。次回はですね、この時代で良かったですね。よかった。次回は3月28日の月曜日にやりたいと思っております。なので約10日後ぐらいになりますかね。今日18ですからね。10日後の28日月曜日に78回目の配信をやりたいと思っております。3月あさってか、あさって20日は希望が丘でカスクでソロライブがあったり、その後西の方行ったりとかですね、まあ、ちょっと先のことを言いますと、まあ、4月のスケジュールもアップしたんですけども、キスキャスの六本木サテンドールが4月5日にやったり、また4月10日は、滋賀県大津市の装備ホールというところでソロコンサートをやります。で、翌日が名古屋の新栄のスイングという店で、これまたソロでライブがあります。ぜひ来ていただけたらと思いますが、まあ、そうですね、いろいろ今週はいろんな関わりがありまして、今日は湘南国際アカデミーの高校の卒業式に出させていただきましたが、3年間、校歌を歌ってくださって、本当にありがとうございました。卒業おめでとうございました。そして、昭島の富士見岡小学校の6年生が卒業式に向けて伝えていこう、今日歌ってくれてたと思いますが、出来上がりもまた楽しみにしております。そして新潟の赤塚小学校の4年生の、子供たちに一緒に坂田の歌という曲を作りまして、皆さん喜んでいただきまして、また配信も見てくれてありがとうございます。まあ、コロナが終わって坂田とともにを歌っていただくことをとても楽しみにしております。まあ、そんな感じで、では最後にアンコールありがとうございます。これマイクがこうなっちゃうんだよ。ちょっと。じゃあちょっと先週もやり損ねた金子正一さんの、震災の時に、震災の後に作った夕焼けの歌というリクエストがありましたので、これは僕と Q さんの仲良しというアルバムで Q さんがめちゃめちゃ素敵に歌ってますが、これは歌なので恐縮ながら歌って終わりたいと思います。夕焼けの歌。夕焼けに
すべてが溶ける喜びも涙さえも夕焼けの中に手を携え共に歩んで人は皆明日を祈る一つ一つ一つ遠くを見つめ涙をこえてこの街の明日を信じ夕焼けの向こうにケパレケパレケパレなんぼでもケパレ若者は立ち上がります一人一人一人自由を求めてさまよう日々を To be angry To be loved and sure 夕焼けの歌よケパレケパレケパレなんぼでもケパレ I will find a place Yes, I'll find it someday Is it mine? Is it mine? Is it mine? ケパレケパレケパレアンフォービーアンビシャーケパレどうもありがとうございました。先ほど言い忘れましたけど源氏のコンサートの、発売ももう開始しております。もしよろしければホームページなどご覧になってください。今日も長々ありがとうございました。また次回は3月28日の月曜日にお待ちしております。どうもありがとうございました。健康に気をつけてください。